海上自衛隊の中核戦力たる潜水艦隊。この2023年3月には、最新鋭の爆撃を加えて22隻体制を堅持。今回は、潜水艦隊の静粛性と居住スペースについて、詳しく見ていきますね。本当に狭いベッド空間ですが、これで国民を守ってくれています。ありがとう。2023年3月20日、海上自衛隊の広島県の呉港に置かれた第1潜水隊群第1潜水隊には、同隊最新鋭の対迎型潜水艦の2番艦、爆撃が実戦配備され、日本の海の守りに、新たな戦力が加わったと言える。ただし、今回の爆撃の収益をもっても、海上自衛隊が実戦配備している潜水艦の数は、昨年2022年3月に、対迎型潜水艦1番艦である、対迎が加わった時点と同じ、22隻体制から、増成となったわけではない。昨年から、実戦配備中の潜水艦の中では、最も旧式の親潮型の1隻、4番艦、牧潮が練習潜水艦へと、艦種が変更され、同1番艦で、2015年から、その座にあった、親潮が、玉突き式に、退役となったためだ。そのため、現時点での海上自衛隊の実戦配備中の潜水艦22隻の内訳は、親潮型が1隻減で8隻、双竜型が変わらず、12隻、そして対迎型が、1隻増の2隻と、爆撃、分だけ新型艦が増えた形ではある。親潮型は、水上排水量が2750トン、水中排水量が3500トン、全長が 82.0 メートル、全幅が 8.9 メートル、喫水が 7.4 メートルの艦体を持ち、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池とモーターを備えた潜水艦である。この次の、双竜型は、1番艦から10番艦までの10隻と、11番艦、12番艦の2隻とで、機関の構成が異なる過渡期の艦となっており、前者は、これまでの海上自衛隊の潜水艦の中で、唯一の非対機依存推進、AIP を実現している。この、双竜型の10番艦までは、水上排水量が2900トン、水中排水量が4200トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、喫水が 8.5 メートルで、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池とモーターに加え、スターリング機関も搭載している。このスターリング機関の搭載に寄り添う、竜型の10番艦までは、非対機依存推進、AIP 艦となっていたが、スターリング機関は、大きさの割に出力が低く、スペース効率の面から見ても、決して、ベストな構成とは言い難かった。それでも、当時の海上自衛隊の潜水艦においては、スターリング機関のデメリットも、織り込み済みで、なお、従来よりも、少しでも、連続潜航時間や行動半径を伸ばしたいとするニーズがあり、その結果10隻が建造されたと言えるだろう。しかし、この間も並行して、研究が継続されていた、リチウムイオン蓄電池の潜水艦への搭載の目途が立ったことで、11番艦からの2隻は、鉛製の蓄電池に変えて、それを搭載することで、スターリング機関を使わずとも、十分な性能を確保した。そこで、竜型の後期の2隻は、水上排水量が2950トン、水中排水量が4200トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、喫水が 8.5 メートルと、わずかに水上排水量のみを増加させる形で建造された。そして、この、竜型の後期の2隻の実績をもとに、当初より、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池とモーターという、機関構成で設計、建造されたものが、
最新鋭の対艇型潜水艦として実用化することにつながった。対艇型は、水上排水量が3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートルと、さすがに最新型だけあって、使用上の数値も伏せられている部分が多いが、基本的な作りは、双竜型を踏襲していることは間違いない。そう、竜型の後期2隻から採用されたリチウムイオン蓄電池は、従来までの鉛製の蓄電池に比べて、大電流、大容量であることに加え、充電時間も短く、かつ、その反復使用にも優れることから、海上自衛隊の潜水艦潜水艦の運用効率を押し上げたと推察できる。ただし、リチウムイオン蓄電池とて全ての点で完璧というわけではなく、対艇型の場合は未公表だが、そう、竜型後期の2隻は、水中最大出力が8000馬力から5600馬力へ、水中最大速度が20ノットから18ノットへと数値上は減少している。ただし、こうしたカタログスペック上の最大値よりも、海上自衛隊の潜水艦では、リチウムイオン蓄電池を搭載することでの運用管理のたやすさを評価していると思われ、実用域における、その性能を選択した結果なのだろう。さて、リチウムイオン蓄電池は、その大電流、大容量であることに加え、充電時間も、短く、かつ、その反復使用にも優れるという、性質は、元より、そもそも、水上戦闘艦らと比較しても、船内のスペースに余裕のない潜水艦に改善をもたらした。大きく重かったスターリング機関を廃止できたことによって、ことに、リチウムイオン蓄電池を当初から搭載することを前提に設計、建造がなされた対艇型では、その分のスペースの有効活用が行われた点がポイントとなっている。それによって、海上自衛隊の艦艇において、最後まで解禁されていなかった女性自衛官の乗組員を登用することが可能となり、これは、空いたスペースに、女性乗組員用専用の居住区域やシャワー設備を設置できたゆえである。これによって、対艇型では、最大で6名の女性自衛官を乗組員として運用することが、物理的に可能となり、それは、自衛隊におけるジェンダーフリーの問題や、深刻な乗組員数の充足率に、確保にも貢献することが期待されている。現行の親潮型は、約70名、双竜型が65名、対艇型は、70名と公表されている乗組員だが、艦自体も少しずつ、大型化してきている割に、必要な乗組員数は、ほぼ横ばいとはいえ、今後は、さらなる省力化は避けられないだろう。ただでさえ、海上自衛隊員となり、艦艇への搭乗任務に従事することとなれば、一度任務で出航してしまえば、スマホ等の情報通信機器も自由に使えない環境であるため、そうした任務に従事したいと思う対象者数は、年々減少していることは、想像に難くない。イージス・アショアの代替策として、2隻の新造が決定されたイージスシステム搭載艦などは、乗組員は、陸上自衛隊からの充当が前提となっており、その確保を促すために、かなり充実した居住スペースを用意するとも言われている。それに比べ、やはり、潜水艦は、非常に限られた狭い船内スペースに乗組員を収容しているため、その寝室用のベッドは、三段式が普通であり、これは、広島県の呉市にある、海上自衛隊呉市領艦において、実際の潜水艦の内部を見学してもわかる。ここでは、なんと、親潮型の2代前の有潮型の7番艦で、2004年に除籍となった、秋潮が、
そのままの形で陸上に展示され、艦内を見学することが可能で、潜水艦内の非常に狭い三段ベッドを直に確認できる、貴重なスポットだ。ただし、そう、流型以降は、艦体が大型化された効果もあってか、一般の兵卒ではない士官用のベッドは、なんとか二段式にまで改められているといい、限定的とはいえ、少しは、潜水内の居住スペースの改善も行われている模様だ。しかし、ちなみに、旧ソ連時代の1983年から15隻が建造され、今も9隻が運用中止めされている現、ロシア海軍のアクラ型攻撃型原子力潜水艦は、かなり充実した艦内設備を備えた潜水艦として、今も取り上げられることが多い。アクラ型攻撃型原子力潜水艦は、後期型の場合、水上排水量が8632トン、水中排水量が12770トン、全長が 110.2 メートル、全幅が 13.6 メートルもあり、攻撃型の潜水艦としては、今も世界一の規模を誇っている。その大きさゆえか、アクラ型攻撃型原子力潜水艦は、艦内に温泉プールやサウナ施設なども完備していると、紹介されることが多いが、プールは、言い過ぎにしても、広めの浴槽とは言えそうな設備を、インターネット上の画像でも確認できる。無論、旧ソ連にせよ現、ロシアにせよ、潜水艦の乗組員に対する、サービスや人道的な見地からではなく、任務遂行に向けて、その体調を維持させるための一策として導入していたのだろうとは思えるが、乗組員としては、ありがたい設備だろう。